はい、皆さんこんにちは、クラマティスト新です。今日はちょっといつもとね、一歩違うと思うんですが、僕のね、お店で撮影をしています。いつもはね、店の2階のスタジオで撮影をしています。今日作るのはこういうね、飾り、バラの赤バラを少々、トルコヒョウ、紫、アジサイ、シンビジュール、チョウラ、ユリですね。このような飾りでアレンジメントを作っていきます。では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、では始めていきます。まず最初のアジサイをね、刺しましょう。実際はこのように前も言いましたが、管を抜いてね、刺すと水揚げがいいです。次にシンビジウムを入れていきます。ぐらい切り分けると使いやすいですね。今回そんな大きめじゃないんで、4つぐらいにしちゃいましょうか。ここで少しレザーファンでファンデーションマークをします。次にユリを刺しましょう。トルコヒョウの紫を入れましょうね。ここで赤ドラを入れます。こちらのビワーナムティナスでちょっと味付けをします。最後はこちらですね。
はい、以上です。はい、白いバッグの前に持ってきました。こっちの方が見やすいですよね。ではアップにしてみましょう。はい、今日のアレンジメントはいかがだったでしょうか。ちょっとこう高級素材を使ってコンパクトですけど、すごいこう高級感があって、なんだろうな、落ち着いた感じに仕上げております。ではですね、今日はちょっと店のテーブルで作ったんで見にくかったかもしれませんが、どっちが臨場感はあるんでしょうね。いつもの白いテーブルの方が見やすいのかもしれません。たまにはちょっと違う場所でアレンジをしていってみようと思います。では今日のアレンジメントをこちらで終了いたします。また次回お会いしましょう。 See you next time.